はい、今回は豚バラブロックを使ってパンチェッタを作ってみました。パンチェッタはですね、塩で水を豚肉の水分を抜いてね、長期保存可能にする、料理法です。豚肉のね、重さの 7% の塩とあと 3% の塩、この2つのパターンでね、今回やってみました。で、まあ通常 7% でやるのが一般的だと思います。でね、ハーブはローズマリー、お好きなやつ入れてもらって構いません。パンチェッタはベーコンともね似てるんですが、ベーコンの方はいぶす工程がさらに入るみたいですね。まあこちらは塩抜きというか水抜きするだけなんで、塩漬けなので非常に簡単です。冷蔵庫さえあればね、誰でも作れる感じです。でこちらまず7% の分量、塩塩分濃度でねやってます。でまず初めてやられる方は7% でやるのがおすすめですかね。それより低い濃度でやっちゃうと失敗しちゃう可能性もあるので。でまた塩のね分量を測らずに、まあ表面にすり込んで作ってもいいんですが、そうするとちょっとね、逆に今度は塩っ気が多すぎて塩抜きしないと食べられない状態になりますから、ちょっとそこら辺は最初はね、めんどくさくても測った方がいいかなと思います。でこんな感じでキッチンペーパーにくるんでですね、バットの上に網引いてその上に乗せて保存する感じです。保存は冷蔵庫の中で、保存して、まあ、乾燥させる感じでねやっていきます。で今度塩分濃度 3% の方ですね、もう同じように作ります。ただまあ正直今回作ってみて塩分濃度 3% だとギリギリって感じですかね。まあできることにはできたんですが、ちょっとね長期保存は怖いかもしれません。一応まあ2週間は大丈夫なんですが、あとこっからどんぐらい持つかは正直わからないので。はい、で同様にこうすり込んでいきますが、まあできるだけねボールとか使うものは清潔な状態にしてからね使った方が失敗しにくいと思います。はい、こんな感じで同じようにくるんで保存しますと。でまあ水がだんだん出てきますんで、3、4日にね一度ぐらいこのキッチンペーパーを変えてあげる必要があります。で冷蔵庫の中で乾燥させるって感じのあれなので、まあこのポリ袋は入れなくても正直いいと思います。はい、でこれ4日後ですかね、ちょうどこんな感じで豚肉から水分が出てきましたんで、このキッチンペーパーを丸ごとね交換しますと。これやんないとね豚肉が腐っちゃうと思うので、これだけは必ずねやるようにしてください。でまあ日が経つにつれこの水分もだんだん出なくなりますから、最初のうちだけですね。こんな感じで身がだんだんね硬く締まってきた感じが持ってても分かります。色も少しね黒ずんできました。はい、でまあ同じようにねやって、でどんぐらい置くのかっていうのはね、まあ正直わかんないんですが、2週間ぐらいが一般的なのかな。ただまあもうこれ10日ですかね、もう全然ね1週間ぐらい立てばもう普通の料理で使っても全然いいと思います。っていうか使っちゃってます。もう2週間
経つぐらいにはこんなぐらいで結構使っちゃってるんですが、で塩分濃度やっぱ低い方が少し黒ずみが早いという感じですかね。ただまあ焼けば問題ないので、周りのこの黒ずんでるところもね、中はご覧の通り綺麗にあのピンク色の肉のままです。でこれ食べ比べてみました。 7% のやつとあの 3% のやつね。まず 7% の方なんですが、まあこれは塩辛いですね。できれば塩抜きしたいって感じですが、まあ、鍋とかスープに入れるんだったらそのままでもいいですね。でこちらは 3% ですが、これはね全くあの塩気ないですね。もう普通のお肉って感じで、これが一番ベストなんですが、まあその保存の部分でちょっと心配かなっていうところですね。さて、はい、これでパンチェッタね作ってみました。今回これも一緒にあのよかったら参考ください。でもうさっきのねパンチェッタの作り方はあれで終わりです。あとはもう普通に冷蔵庫の中で保存しとけばいつでも使えるようなお肉になります。であの使うときはまあ表面の塩とかハーブね洗い流してから使った方がやりやすいかなと思います。で、カルボナーラですが、まあこのパンチェッタはベーコンのようにね使っていきます。別に普通のベーコンでも全然構いませんし、やっぱね常備保存食が肉の保存がねあると何かと便利ですかね。で豚バラでやらなくとも豚ロースでも同じようなパンチェッタできます。ただこうやってねパスタとかに使う分には脂身あった方がその脂身でこう料理できますから、これオリーブオイルね入れなくてもあのだんだんね油が染み出てきますんで、これね30分ぐらいかけてじっくり炒める感じです。ニンニクとローリエ入れて、で絶対焦がさないように超弱火で、あのできればこうねアルミパンで、厚みのあるアルミパンが一番ねいいんですが、こういうのでね時間かけてゆっくり加熱していきますと。で今回カルボナーラクリームチーズで作ってみました。これもねなかなかクリームチーズでも上手にできるので結構おすすめです。クリームチーズねもし使い道困ってる方いたらぜひカルボナーラ試してみてください。まあ普通はパルメザンチーズでしょうか。クリームチーズはねまあ常温にしとけばだんだん柔らかくなるので、とりあえず置いときますと。まあ 30g か 40g かな、そんぐらいの分量です。でこまめにあのパンチェッタの裏返したりしながら、今回はね卵の黄身だけ一つ使ってあのカルボナーラ作ります。白身はあのスープにしました。わかめスープに使いますん で、 でまあ適当にかき混ぜます。ここそまあちょっとねチーズの固形が残っちゃいますけど、まああんま気にしません。でこのように油がだんだん出てきますね。これねパンチェッタにあのオリーブオイル入れちゃうとかなり脂っこくなっちゃうので、まあ逆に普通のベーコンで作る場合にはオリーブオイル入れた方がいいかもしれません。さあいい感じに色づいてきました。こんぐらいになるとまあ大体ねいい感じです。これで30分ぐらいかかりましたかね。でこれは私の好みなんですが、黒胡椒ホールをすり鉢ですりつぶすのよくやります。一回これにはまっちゃうとねもうなんか見るじゃ満足できないんですよね。なぜかこのすりこ煮でやるのがね香りが立って美味しいと思うので、まあ皆さんまあ真似しない方がいいと思います。これ一度やってしまうと抜けられないというね。で、少々半分ぐらいですかね、この黒胡椒も入れちゃいますと。でこの間にそろそろもう麺を茹でます。パスタの麺を
はい、これ 1.5 ミリぐらいのパスタ麺ですね。はい、この茹で汁もねソースにするんで、入れちゃって、玉1杯ぐらい入れて、でこの鍋底についたこのおこげが旨味になりますから、これもよくねこすってソースの中に溶かしちゃいます。で、はい、茹で上がったパスタね入れてソースと絡めます。これ炒める作業ではないので、火は弱めかまたは止めちゃって構わないと思いますが、これささっと全体ソースになじませる感じで手早くねかき混ぜます。ですぐこれですね、チーズと卵を入れて、まあ、カルボナーラここからが一番ね皆さん悩むというか難しいと思うかもしれません。これもうね火ね止めちゃった方がいいですね。もうパスタの余熱でチーズやら卵固まってきますから、こんな感じで手早く混ぜて、もうねこれ火止めてちょうどいい感じでした。混ぜて、でもうね器に盛る時間も考えると、まあちょっと固まってないかなぐらいでもいいんじゃないかなと思います。もうなんか器に盛ってる間の時間で結構また固まってきますから、こんな感じでもう時間との作業になりますが、手早く持っていきます。これくるくるね回すというか高く積み上げようとしてるんですね。なんかこうすると冷めにくいという話なので、まああんまね盛り付けうまくないならないんですが、まあなんか見よう見まねで一応それっぽくやりますと。で黒胡椒をねはいまぶして完成でございます。でしば漬けもね添えてみました。これ結構ね脂っこいカルボナーラによく合います。でこちらわかめスープ、そうそう、しば漬けの作り方もね以前動画で紹介しましたんでご参考ください。はい、ということでこんな感じです。